よろしくお願いします。じゃあ今日ビシビシ絞れていいですか。ちょっと引いてるよね。打撃ちょっと怖いの見せた方が逆に耐えれる。ちょっとびっくりしましたね、はい、そのセンスがいいから練習スパーでもなんとかなってたと思うんだけども、今日ちょっと基本の確認そういう部分をちょこっと見せてもらったんだけど、ただセンスに頼って練習だけスパーリングだけしてきたじゃないかなって。そうですね、うん、前々から思ってたんですけど、今日なんかあやっぱなんか総合向いてないなって。そんなこと言う。いやいや、でも。もう基礎をやる時間がなかったので、ちゃんとやらなきゃいけない部分も、まあ今回
明確に分かったので、もう今後やるにおいては絶対そこは固めとかないといけない部分なので、途中からムカついてる感じがそうなんね、違うってなっちゃう。いいんじゃないですか、こういう悔しい気持ちね、まあ、逆に悔しいと思ったんだったら、じゃあそのリベ、まあ、今日やったやつリベンジしろよみたいなのもあるし、だから逆にいい刺激になるからいいんじゃないですか、そのまま僕は見守ってますね、はい。